お待たせ。いや、大変だったよ。君が転送された後、エネミーが湧いてさ、君を置いて逃げるわけにはいかないから戦ったけど、悪質なトラップだったみたいだね。いや、参った参った。まあ、帰りに何か起こるよ。まったく君というやつは鈍いんだか究極のお人よしなのか。君といると楽しいなって思っただけさ。なんでこう予想を外してくれるのかな君は。
中、急いで。素晴らしい結果です。行きましょう。いいじゃない。少々手荒でしたかね。やりました、トレジャーボックスです。オッケー、サポートは任せて。ゼリスカ、ありがとうございます。行くわよ。行かせてもらいます。
しでいきましょう。弱ってるわよ。助けます。行きますよ行きますよ。ありがとうございます。やりましたね。サポートは任せてください。ゼリスカありがとうございます。手応えありです。バフを入れるわ。行くわよ。使うわ。手応えありです。どうじゃよ。いい動きね。セリスカさん、ありがとう。やるわね。暗いなさ。頑張るよ。弱ってるわよ。今がチャンス。制圧中。急いで。当てるわ。いいじゃない。弱ってるわよ。どうかしら。いいじゃない。弱ってるわよ。グレネード行きます。グレネード行くわ。投げるわ。グレネード投擲最高です。暗いなさ。弱ってるわよ。素晴らしい結果です。違えたかしら。いや、そういうわけじゃない。どうも、扉…なるほど。この扉を開くためには何か鍵となるものが必要ってことだね。でも、そんな鍵になるものなんて心当たりがないわ。レイちゃん、何か知らない？私は翻訳はできるのですが、SBC フリューゲル内部については詳しくないのです。何か見落としていたのかしら。それは考えにくいけどな。一度部屋に戻って仕切り直そう。みんなで考えればいい案が浮かぶかもしれない。私もレベルアップします。レベルアップです。始めてください。一応うちのデイジーちゃんにも聞いてみたけど、レイちゃんと言ってることは一緒だったわ。私たちアファシスは SBC フリューゲル内部の翻訳機能を有しています。ですが SBC フリューゲル内部の構造についてはメモリが消失しているため把握しておりません。なるほどな。まあデイジーちゃんが言うなら間違いねえな。どういうこ
です。私もいろいろな情報を探してみたんだけど、アップデート直後で攻略の最前線だから。ダミーの情報も混ざっていて、何が正しいのかさっぱりなのよね。まあ最前線ならではの醍醐味だけど。アルゴを当たってみるか。情報が情報だけに高くつきそうな気もするけど。でもキリトさんの言う通り、アルゴさんなら知ってると思う。こうしちゃいられないわ。早く行かなくちゃ。まあ待てって、俺も行くよ。もう行っちゃったわ。クレア、随分と張り切ってるのね。そうね、すごく楽しんでるんじゃないかしら。そう思わない？そうだね。人は誰しも一番になれるかもという可能性を前にすると必死になるんじゃないかな。君も早く行っておいでよ。